ノボシビルスクは、ロシア連邦を、シベリアの中心的都市。別名、シベリアの首都。ノボシビルスク州の州都で帯川に沿う。人口は2017年には160万人を突破するなど近年は、人口増加が続き、人口規模は、国内第3位で、シベリアでは最大である。北緯55度01分、統計82度56分に位置する。 建設されたのは19世紀末であり、ロシアでも新しい街である。シベリア鉄道建設中の1893年に、ノボニコライフスクという名で、現在のノボシビルスクが建設された。1925年、ソビエト連邦成立後に、かつての皇帝ニコライ2世を思わせる使命は解消され、新しいシベリアの街を意味するノボシビルスクとなった。 オビカハ藩に広がる、市街地、アレクサンドルネフスキー聖堂ノボシビルスクのビジネス街、国立オペラバレエ劇場シベリア鉄道建設中の1893年、シベリア随一の大河、ビ川を渡る鉄道橋の予定地に、聖ニコライ及び当時の皇帝ニコライ2世の双方に、ちなんで、ノボニコライフスクという町が建設された。この町が、現在のノボシビルスクである。 帯川の大鉄橋は1897年の春に完成し、ロシア中央部から走る列車と帯川を行き来する船が連絡するノボニコライフスクはこの地方の交通の中心地となった。20世紀初頭にはトルキスタンシベリア鉄道がカスピカ沿岸から中央アジアを結んでこの町でシベリア鉄道に連結するようになり、重要性はさらに増した。 鉄橋開通時のノボニコライフスクの人口は7800人であった。その10年後の1907年には人口が47000人を超えており、ノボニコライフスクは市の地位を得ている。1906年に最初の銀行がノボニコライフスクに開業し、1915年には営業を行う銀行の数は5つに増えた。 この時期のノボニコライフスクの発達は着実かつ急速で1917年のロシア革命の直前には人口は8万人に達しシベリアでも有数の商業と産業の中心になり農産物の加工工場、発電所、中鉄工場、日用雑貨市場、銀行、船会社や商社などが立地していた。同じく宗教や 文化の拠点にもなり始め、1917年には、ロシア正教会の聖堂7カ所とローマカトリックの、教会一つ、映画館複数、小学校40校と高校一つ、市販学校一つが、ノボニコライフスクにはあった。1913年にはロシアでも最も早い時期に、初等教育を必修としている。革命後のロシア内戦は町に悪影響を及ぼし、 戦時下の薬病の流行、特に、チフスと、これらで数千人が死んだとされる。1917年12月に、ノボニコライフスク労働者、兵士代表ソビエトが視線を掌握した。帯川の鉄橋も破壊され、ノボニコライフスクは初めて人口減少を経験した。1918年5月には、シベリア各地で、ボリシェビキ政府に対するチェコ軍団の放棄が、 沖白軍と手を結び、ノボニコライフスクも、反革命軍が抑えた。赤軍は1919 19年に町を奪還し、内戦中に渡り死守した。ウラジーミル・レーニンが新経済政策を開始した1921年、ノボニコライフスクの再建も始まった。ソビエト連邦成立後の1926年、かつての皇帝を思わせる町の名は解消され、 新しいシベリアの街を意味するノボシビルスクとなった。ノボシビルスク市中心部、ヨシフ・スターリンによる第一次五カ年計画で重工業に傾斜した産業政策が始まり、ノボシビルスクはシベリア最大の産業の中心地の一つとしての地位を固めた。1930年代のノボシビルスクには、鉱山用設備の製造に特化した巨大工場、 シブコムバインをはじめとする大工場や新発電所などが建設された。一方で、1932年から1933年のソビエト大基金で17万人以上の国内難民がノボシビルスクに流入している。彼らは、市の郊外にバラックを建てて住み、ボルシャやナハロフカ、マーラやナハロフカなどのスラムが形成された。 こうした急速な産業化と巨大化が、ノボシビルスクに、シベリアのシカゴというあだ名を与えている。第二次世界大戦後の1954年には、路面電車が開通し、人口は28万7千人に達して、シベリア最大の町になった。翌年、19世紀末に架けられた帯川鉄橋は、1955年に、新しいコムナルヌイ橋に架け替えられている。 人工と工業の大型化に対応するために帯川をダムでせき止めて、出力40万キロワットの水力発電所を建設することが計画されたが、このダムにより帯海と呼ばれる大型の貯水湖が誕生し、広大な松林や肥沃な農地の多くが水没した。さらに貯水湖の誕生により、町の近くに大きな開けた空間ができて風速が強まり、 土壌流出の速度が早まってしまった。一方、1950年代にソ連政府は、ノボシビルスクから南へ3 0トル離れた森の中に科学研究の拠点を築くことを決定した。これによりソ連科学アカデミーのシベリア支部や、多数の研究機関、大学が集積する計画都市アカデムごろクが1957年に誕生した。 アカデムゴロドクには独自の市民生活を営める十分な施設があるが、行政的にはノボシビルスク市の一部となっている。1962年9月2日、ノボシビルスクは人口100万人の突破を祝った。ノボシビルスクは当時の世界の100万都市の中でも最も若い町であり、誕生からわずか70年弱で100万の大台に達したことになる。 1979年には、帯川東岸の中心部から西岸へと伸びる、ノボシビルスク地下鉄の建設が始まり、1985年に一号線が開通している。市街地の衛星画像、中心部は、川の右岸巨大な人造庫である。帯海ノボシビルスクの中心部は、帯川右岸にあり、市の周囲は、西シベリア定地である。ノボシビルスクの南方には、世界遺産、 アルタイの黄金産地の一部をなす、右国高原がある。市街地は、帯川に隣接しており、低い湿地帯が、都市の大半を占める。帯川には通称、帯海、と呼ばれる巨大ダムの人造庫が、建設され市内の水がめとなっている。帯川砂岩の開発も進められており、地下鉄が乗り入れるマルクス広場を中心とした地域が、新市街地となっている。 水運、シベリア鉄道などのおかげで、ロシア連邦第三の都市にまで発展した。整然と区画整理された都市は、工業地区、商業地区、住宅地区と細かく分けられており、オペラ座、劇場、博物館、スポーツ施設なども整い、金属工業やハイテク工業も発展している。近郊のアカデムゴロドクには、信用樹林の中に、 ノボシビルスク大学他研究機関が多数あり、シベリア及び、ロシアの教育、研究拠点となっている。アカデムゴロドクは、筑波研究学園都市のモデルになったとも言われる。2010年時点で、ロシア人が92.82%と9割以上を占めるがついで、ウクライナ人0.92%、ウズベク人0.75%、 タタール人0.73%、ドイツ人0.63%の順になっており、他に、カザフ人、タジク人、ベラルーシ人、アルメニア人、キルギス人、アゼルバイジャン人なども暮らす、多民族都市となっている。近年は、中央アジアからの出稼ぎ労働者が多くなっている。気候は、年角差が、かなり大きい大陸性気候の亜寒帯湿潤気候で、冬は長く非常に寒く、 夏は短く暑い。夏は20度から25度まで上がり、高天なら連日30度以上の猛暑となるが、朝晩は20度以下となるなど涼しい。冬は北極からの寒気を遮る山脈がないために非常に寒く、平均でマイナス20度から30度まで下がり、玄関期にはマイナス40度にまで下がることもあるが、そのような日は、 数年に一度程度であり、天気は無風、快晴となる。冬季は雪の日が多く、例年10月初旬に初雪を迎え、4月まで雪の季節が続き半年は雪に覆われる。降雪日数は11月から2月までは、それぞれ20日を超え、年間降雪量は数メートル、一冬を通した、平均積雪は50センチメートルに達する。 冬季は連日除雪車や人手による街の隅々までの除雪システムが完備されている。しかし、気温が低いために粉雪で一度の降雪量はそれほど多くはなく、雪が軽いために除雪は容易である。また、シベリア東部のハバロフスク、中国東北地方のハルビンに比べると、冬の気候は比較的温和と言えるが、これは寒暖の差が激しいゆえであり、 2002年1月の平均気温はマイナス7.4度であった一方、2010年1月の平均気温はマイナス27.2度を記録している当年による寒暖差が激しい。観測史上最も高い気温は2005年7月7日の37.2度、最も低い気温は1915年1月9日の低、摂氏51.1度である。 ノボシビルスク中央駅帯川沿いの港帯川に、架かる橋トルマチョボ空港に本拠を置く S7 航空が、ウズベキスタン、アゼルバイジャンなどの旧ソ連の中央アジア諸国、ドイツ、ブルガリア、トルコ、タイ、中華人民共和国へ就航しているほか、中央アジアの各国のエアラインや中国の海南航空などが乗り入れている。モスクワ、サンクトペテルブルク、 ハバロフスク、ウラジオストク、イルクーツクなどの国内線も多数運行されている。2018年6月より成田との直行ビューが夏季に週1便で就航しており、両空港を6時間35分で結ぶ。また、ウラジオストクやモスクワからのシベリア鉄道を使うという手段もある。ノボシビルスク駅は同市の中央駅であり、 ロシア国鉄を代表する長距離列車であるロシア号や、中華人民共和国やモンゴルとの間で運行される、中路国際列車ボストーク号などの全旅客列車が停車する。駅前には、ノボシビルスク地下鉄のジェルジンスカヤ線、ガーリナミハイロスカバ広場駅が設けられ、交通の結節点となっている。ノボシビルスク駅からは、近郊電車のエレクトリー地下も運行されている。 また、ノボシビルスク市電も走っている。レニンスカイア線は、帯川を鉄橋で越えて、市の中心部と川の対岸にあたる、南西部の市街地を結ぶ。アカデムゴロドクにある、ノボシビルスク大学その他、アカデムゴロドク地区にはロシア科学アカデミーの、シベリア支部をはじめ研究所や高等教育機関、多数が集積しており、 ノボシビルスク大学をはじめノボシビルスク市の高等教育機関のほとんどはアカデムロド読に立地している。例人通り、ありがとうございます。